よいしょ。足出ちゃってるけどいいの？いいか。え？邪魔しちゃったかな？ごめんって邪魔するつもりはなかった。撫でていいですか？あ、撫でてはいいんだ。あー、やっぱり良くない。そんな夜勤ソファータッチ、ソファータッチアゲイン。どこ行くの？撫で撫で失敗しました。すごいまったりしてるから撫でさせてもらえると思ったんですけど、なんかダメでしたね。まっちゃん見て来ないね。なんでしょうね。カメラ向けてるから生配信の時にもらえるおやつの時間だと勘違いした。違うか。まちゃん、まつりさん、ちょっと機嫌直してもらおうかしら。あれを持ってきます。すぐ気づいた。はい。はい、美味しい。大迫力。もうちょいいっとく？一本一本がね、まだ柔らかくて短いんで、まあたくさんあげれるかも。こんなに生えてますからね。多いな、わっさわさですよ、まーちゃん。あ、直に行かれた。直に行くと食べづらいっしょ。まあまあ飼い主がね、ちゃんとこう引き抜いて食べさせてあげますから。ちょっと指をたまに噛まれちゃう。へい、いいですね。もういい？まだ行く。分かった。もうしょうがない猫だな。あ、やば。2本一気に取れちゃった。2本一気にあげちゃおうかな。お口が肉食動物だから、こうやって、こうね、手であげた方が食べやすいみたいです。うい。これちょっと半端に切れてるな。この間、まつりちゃんが食いちぎったやつの残りですね。してる。ちょっと今牙が爪に当たってカチって言った。落としてますよ、お姉さん。下手っぴですからね、しょうがないですね。猫だもんね。そういう口の形とか歯の形してないもんね。ラス1、今日のラス1。はい、これ最後だよ。味わって食べて、よく噛んでね。入れちゃった。ん？いいの？この残りの茎のところは。いらない？いっぱい食べたからいらない？こんだけ残すとか、なんという贅沢。本当にいらない？本当欲しいんじゃない？いらないのか、不思議。なんで僕だけ食べてくれないの？そういう小芝居はいいって。本当にいらない？そうだよ、ほら見えてないのかな。
いらないって顔してますね。じゃあいいか、あれ食べる、やっぱり食べる、いらないんかい。はい。